練習場は研究室だ。練習場は研究室です。相模原のボールパークに来ております。暑い日が続いてますね。暑い日はね、もう東京代々木と虎ノ門にあるザ・プレミアムバックステージ、ここがいいです。抜群です。まあ、暑い時だけじゃなくて、ここでスイングのこの根幹というんですか、骨組みを考えて、筋肉の使い方考えて、一度覚えてしまったらそれはあとアレンジするだけだから、最初に覚える時間って大事だと思うんですよね。はい、で骨組みに関して今日はですね、右の腕のトップからインパクトにどうやって、どのように右の腕って入るべきなのか、どういう仕事をするべきなのか、ここを中心に考えていきましょう。まあ、ずっとね、前からグリップとか立ち方とか、テイクバックとかいろいろやりましたけれども、やっぱりその骨なんですよね。で、曲がる方向と曲げられない方向ってありますから、曲がる形をうまく駆使して最小限の組み合わせっていうんでしょうかね、そこからその動きの中で生まれた最大限の力がシャフトを通してヘッドに伝わるっていうのが一番いいじゃないですか。インパクトの時にね、ボールにバチッとこう当てたいという気持ちが強くなって、そのそうか、なるほど、インパクトってこういう状態でこれバチッと当てればいいんだろうって考えてスイングを始めると、テイクバックをして戻した時に、ここで丁寧に両腕が伸びた状態でバチンとでやろうとするアイデアが一つあるとすれば、それはこのクラブの持っている性能をうまく全開できないというか、能力をね、多分全く使えない状態でボールが飛んでいくっていうことになると思うんですね。はい、ツアープロの方々が、はい、まあ、連続写真でインパクトの写真見ると、大体ですね、ほとんどの人が右の肘ってちょっとまだ曲がってるんですよね。はい、正面から見ると分かりづらいんですけど、こう横から見るとこんな角度がある状態でバチッとこうインパクトが、だからどういうことをしてるかというと、ここからよく言うハンドファーストってやつだよね。ハンド、グリップがファーストは先だよね。ハンドファースト先に来ます。そして2番目3番目に違うものが来ますということだから、うん、この順番があるとこう来る、こうやって合わせようとしてた人たちとのアイデアの違いが明確になるでしょ。こう来て後にヘッドが後から来てドンと、そういう状況があるわけですよね。で、まあ、もうこれ左がしっかりとグッと引っ張ってるから、エネルギーを下の体幹なり、その、大きな筋肉なりを使ってギュンとこう振るつながりは、もう左のグリップがちゃんとやってくれるから、あとは右が軌道にちゃんと乗せてあげて、さらにさっきのハンドファーストというものをちゃんと右の肘が、まあ、右の腕がそのハンドファーストという形を再現できるように、ここでガイドライン、ガイドするわけだよね。こうやってトトトト、これがもし溶けてしまったらもうヘッドどこ行くか分かんないよね、うん、だからグリップが先にこうやって左の太もものあたりまで来ます。でこの次の瞬間というのはもう本当に目にも止まらぬ速さでヘッドが走るんだけど、まあ、せいぜい最初に右の肘が体のこの隙間ですよね、この隙間にグーッとこう入ってくると、こういう形で作ってあげればこれね、再現できると思うんですよね。だからトップに行きました、左の骨盤、お尻が後ろ行って、ここにスペースができます。本当にその右のこの辺りのウェアに
ギリギリ右の肘が当たるか当たんないかぐらいでこう来るんでね、こうやって。でこんな状態です。こんな状態です。こんな状態ですけど、そしてこっからドンと。ダウンスイングで入ってくるところ、そしてインパクトの手前までこのシェイプがそのまんま右の腎臓の前に肘がぐーっと入ってくる。近くないとダメだね。近くて、で左がグリップ、左のグリップがグリップエンドを左の足の付け根にこう持ってくるぐらいの感じで一番かっこいいと思うんだよね。きついけどね。うん。肘がこう入ってきて、ここでこうなると。これなんか伸びが違うんだよね、全然ね。はい。これトライしてくださいね。はい。トライ、トライ。トライしかないですからね。こう、こう来て。こう。ね、うん、軸さえずれなければなんかそんなに怖くないかな。そんなに怖くない。後ろであのラッキーさんが見てるから、ラッキーさんに会えるとラッキーなんですよ。本当なんかおみくじで大吉が出たような。3階に上がってきてラッキーさんがいるとラッキーって感じで。やっぱりね、人に福を与えるってのはいいことですよね。まあ、ラッキーさんに会うといいショット出る。ね。はい。で、まあ、練習方法としては、サンドウェッジで、この角度をなんか、この2つの角度をキープしてこんな風に打つのもいいかもしれないですね。はい、ぜひ試してください。練習場は研究室だ。